藤谷蓮次郎です。今日は忘れられない日本映画一本行きたいと思いますが、その前にお願いをしておきます。こうして動画をご覧いただいている方、ぜひとも今回チャンネル登録の方をお願いいたします。チャンネル登録をしていただける方が増えていかないとなかなか続けられないものですから、私自身が好きなことを好きなように喋っているというだけの、私のあくまで自己責任の中の動画なんですが、せっかくご覧いただいた、なんかご縁があったということで、ぜひ励ますと思ってチャンネル登録の方をお願いできればと思います。映画の方の話もしておりますので、よろしくお願いいたします。それでは参ります。今回取り上げる映画は相前慎二監督です。相前さんといえば夏場はやっぱりあの台風クラブとかも考えたんですけれども、やはりこの夏の庭、今回は夏の庭にしておきたいと思います。っていうのはやはりこの夏の終わりの頃というふうに考えると、これが一番ふさわしい味のある映画だというふうに思いましたので、夏の庭はごめんなさい、原作の方が名前を書き落としてしまいました、失礼いたしました。湯本和美さんという、作家の方、作家で脚本なんかも書かれている湯本和美さんという方が原作で、でその夏の庭という、その原作に基づいて田中洋蔵さん、この方はもうなんとなくこの動画の方をしょっちゅうご覧いただいている方はご理解いただけると思うんですが、私の大好きな脚本家です。鈴木清純監督なんかとも関わりの深い、ここを説明すると長くなるので今回飛ばしますけど、田中洋蔵さんらしい脚本の味わいというのもこう粘りつくようなこう情感みたいなのもあっていいなと思いました。音楽はセルジオ・アサドさんというか、この方の音楽にインスパイアされて湯本さんが作られたということらしいです。キャストが三國連太郎、私の最も好きな俳優三國連太郎さんで、ちょっと字がおかしくなりましたけど戸田奈穂さんなんかも出てまいりますが、簡単に言いますと、この夏の季節にある時死のオブセッション、死ぬことですねのオブセッションに取りつかれた少年たちが、近くで、生きている一人暮らしをする老人になかなか謎めいたというか小汚いというか、そういう風変わりな老人を三國連太郎さんが演じていらっしゃいます。でこの方と出会って、この方の命が閉じていくところに、この3人か4人の少年が偶然立ち会っていく、そこから、その一夏の経験を通してその少年たちが一回り大きくなってとか、人生に対する考え方がさらに成長してという分かれていくという話なんですけども、そこにそのおじいさんを取り巻く昔の悲しい話が、戦争経験者であるおじいさん、これは三國連太郎が演じてるわけですけど、三國さんが演じてらっしゃるおじいさん、これは戦争経験が何か終わりで、そこにちょっと秘められたものがあり、家族ともうまくいかずに、でもその家族との再会がという話になっていって、ちょっと出来すぎだなと思うようなところはありますけども、この中で私が明確に覚えたのは、三國連太郎のやはり一筋縄ではいかぬ魅力、それからもう一つ、その三國というとてつもなくこの、癖のある、癖が強いとか言うとね、千鳥さんを思ってのイメージになるからあんまり使いたくないんですけど、まさに癖が強い、このキャラクターに一種純粋さを期待させる少年たちを絡ませるという相前さんらしい撮り方、そして、雨がバーッと降ってくる、まさに庭を濡らす場面があるんですが、この辺のなんか強烈な印象、夏の終わりの夕立を感じさせる印象、こういうのがピュアに残っています。それからその頃の、僕確かパンフレット買ったんじゃないかなと思うんですけど、そのパンフレットには相前監督、若くして亡くなっちゃって残念ですけども、相前監督と鶴瓶さんの対談かなんかが載ってて、相前さんが鶴瓶さんのことを、あんたは一つもいいところはないけど、本当にあんたって一つもいいところがないけど、みんなで物を作るということの意味だけは分かってくれてるんだよなみたいなことを言ってたような記憶があって、鶴瓶さんという人をそういうふうに見てるのかと。ご覧いただいてお分かりのように、1994年ですから、鶴瓶さん、笑福亭鶴瓶さんという方は大阪の方でこうぐーっと上がってきて、東京に来てなかなかうまくいかないという時期も長くて、
笑っていいと思うという番組のレギュラーなんかもやってたけれども、鶴瓶さんってそんなにすごいのかな、っていうような印象もなんかテレビでなんか鼻が鳴ってみたりとか、なんかそういう感じで見てたのに、どうも鶴瓶さんという人はよっぽど人間的な魅力があるらしいなと私は思ったりするきっかけになった映画でもあります。映画としての最大の魅力はやはり、先ほど申し上げたこの癖の強いおっちゃんと、まあ、一種純粋さを期待させるされる少年たちの絡みで、この感情がぐっと揺れているところを相馬井さんらしい、映像の長回しの映像と、田中洋蔵さんのこう複雑な人間関係を情念を絡めて描いていくという感じ。ただし、ちょっと原作も含めて人間関係ができすぎかなとは思ったんですけど、まあ、フィクションなんでそのくらい開き直ってあってもいいのかなと。夏の終わりに見るにはぴったりの味わいのある映画というふうに思います。相馬井真司という人が私は大好きだという面もあり、まあ、この時期になるともう一回見返してみるという映画の一つです。ひょっとしたらね、外国作品でスタンドバイミーという4人の少年が街を出て、ああいう話と同じような一種のイニシエーションというか通過、少年たちの通過儀礼としてのスタンドバイミーは街から死体を見るという少年たちの話でしたけども、この夏の庭の方は三國連太郎というちょっと、彼岸と志願を行ったり来たりするような濃い個性のおじいさんを得ることに、おっさんを得ることによって、それを力道的に動かしたという面白さだったかもしれません。今回は夏の庭という映画を取り上げてみました。思い出のある方はぜひコメントの方でお書きいただければと思います。今後も日本映画取り上げてまいりますので、ぜひともチャンネル登録の方をお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。それでは失礼します。